すごい巨大だな。随分と気合が入ってるな。大佐にとって士気を高めることが何より重要だ。ほらさっさと動けよ。これ以上早く行けないよ。早くしろ。士気を高めるね。兵役につけない者のために作業キャンプがある。あれは激励のつもりだ。そうか。来い、こっちだ。了解。あそこに並べ。幸運を祈る。あんたも捕まったの？あれ？よう、あんた。また会ったな、セイントジョン。牧師の息子だろ。いや、だから牧師の息子じゃないっつってんだろ。冗談だっての。見つかったのか？ああ。ほら、はぐれた女を探してたろ。いや。よし、アクセサリーや時計、そういったもん全部袋に入れろ。はい、はい、分かったよ。私は嫌だね。新入りは私物を持てない。どうせ盗まれるだけだ。ほら、出せよ。はい、はい、盗まれるだけ。たく、ふざけてる。気をつけ。わあ、大佐か、これが。楽にしろ。悪そうなやつだな。お前たちは客ではない。ここにいるのは崇高なる使命を成し遂げる覚悟があるか見定めるためだ。私に返事をするときは名前を名乗れ。名字からだ、いいな。私は連れてこられただけ。名乗れ。アドキンス・クリスタルです。何人殺した？昔も含めて。質問に答えろ。クソくらい。ここにいる者は皆手を汚してきた。生きるため仕方なく。神はそれを理解している。そして許してください。だがこの女の中には悪魔が救っている。囚人のタトゥーか。救いようのない人生を送ってきたのだろうな。みんないいか。この女のような悪党がいるから大いなる神は怒り、我々に天罰を下した。作業キャンプへ。ちょ、何すんだ。離せよ。行くぞ。誰の田舎者が全員死ね。ふざけんなよ。お前はテイラー、ウェイド。俺はその刑務所に入って。なんで人も殺したことないです。ディーコのとこずっと外にいたんだ。チラチラ見て。はい、その銃は使えるから。親父が狩りに連れてってくれて、クラマスフォールズの近くで。お前はどうだ、銃は使えるか？セントジョン、ディーコン、銃は使えます。ドリフターか。右腕を見せろ。第十山岳師団、イラクか。アフガニスタン。名誉ある兵士だったか。嘘はつくな。名誉を持って一度従軍しました。思い出すたびにヘドが出る。何時嘘を吐くなかれ。いいだろう。右手を上げろ。ディーコン・セントジョン、お前はこの合衆国の新憲法を支持し、
我々にあだなす全ての敵から守り、またその証人となり、一切の異議を唱えず全ての命令に従うことを誓うか。誓います。以上だ。ついてこい。後ろの人は空理隊が志願兵を連れてくるとは珍しい。よかった。でもこれ、このぶら下がってるものが、まあ、外を生き抜いてきたので使われなくて。クリーターに対処できるか。はい、奴らのことならお任せください。それはいい。ここだ。医者を連れてくるから見てもらえ。脈拍は正常です。ひどい火傷だな。どうしたんだ。ああ、ストーブに当てちまってな。ストーブね。手当てしたのは俺だ。悪くない、いい腕だ。どうも。包帯は外すんじゃないぞ。分かったな。うん、ああ、分かったよ。じゃあ数日後にまた来てくれ。了解。どうだドック。問題ないです。健康だ。調達要員ですか。うん、すまんな。残念ながら先約があるんだ。また次にしてくれ。うん、なるほど。ウィザード島の魔女か。ああ、気の毒に。頑張れよ。行くぞ。何それ魔女。通常であれば士官を魔女と呼ぶ愚行は許さないのだが、一握りの有能な士官は例外にしている。はい。例外にするのは全てのものに役割があるからだ。お前は神を信じるか。考えたことがありません。今こそ考えるべきだな。全ては神の廃材だ。私の役目はこれだ。大佐の上っているのかな。え、すごい窓があったけど。この場所だ。啓示を受けた。旧約聖書に出てくるような壮大な光景を見たわけではないが、ある朝目覚め、神のもたらす災いが降り注ぐ前にここがそこだと分かったのだ。クレイターライク、いや、ウィザード島が。私はアーク、つまりはノアの箱舟と呼んでいる。はあ、その知ってます。多分誰でも。そうか。だが実際に聖書を読んだ者は驚くほど少ない。ノアの箱舟の話だったら、その創世記だったかと。その通りだ。ここの旗ですかね。次はミノリだな。わかりました。ああ、残念ながらここには大した制服はないんだが、そうだな、確か、ああ、これをかぶってみろ。サイズは合う。それはもらおう。いや、古い出しからもらったもので。古い友か。それは今時貴重だな。そうですね。いいだろう。だがここでは被るな。そういう決まりだ。本来新入りは兵卒から始めるんだが、今回空理隊がお前の仕事ぶりを高く評価していたからな、特別に校長から始めてもらう。おめでとう校長。ありがとうございます。さて早速仕事だ。さて何の話だったの。アークの話の途中です大佐。そう、こんな礼儀正しく喋れるんだな。なんかすごい違和感を感じる。洞窟や噴血が頂上まで続き、全てが繋がっている。我々はそこを
もっとなんか洋服とかもね、変えれたら楽しいんだけどな。この計画が完成すれば、世界が滅びても医学や科学、技術の成果は残る。なるほど。だが、霧がすごい。この島は箱舟だけではない。我々の砦、要塞なのだ。この北ゲートにはフリーカーとの戦いに備え軍需品を備蓄している。ライフル、グレネード、マシンガンやロケットランチャーもだ。そしてあらゆる種類の弾薬を製造できる設備もある。ここでは機械の整備を行っている。バイクの修理が必要ならここに来るという。うん、見ろ、ここでは九州軍の行為によってトラックなどの車両を製造している。敵の大軍をハイウェイから排除できたら道路や橋の再建設を始める。森を焼いてニュートやスオーマーは止められたかもしれないが、ハイウェイの大軍に同じ手は使えないかと。分かっているとも、ゴーチョウ。大軍は他とは全く異なる生物のようだ。だが策はちゃんとある。策が？ベンジャミン・フランクリンが言った通り、準備の失敗は失敗の準備だ。我々は準備を怠らない。なるほど。軍の主戦力はここに駐留し、いつでも動ける。ここでは数百人が寝泊まりしている。お前のように命がけで戦うと誓った者ばかりだ。だが伍長には別の仕事がある。それは外で息抜き、銃を扱うよりも高い技能が必要だ。どうだ、やれるか？あ、はい、やってみます。大軍をどう倒すかと尋ねたな。見せてやろう。どけ。何？どけだって。どう倒すんだ。おっと、なんだよ。どうした、少尉？ああ、大佐か、すみません。アセトンを入れすぎちゃって。ウィーバー少尉は化学エンジニアだ。研究しているのは派手な爆発、敵を倒す方法だ。ああ、そう、そっち。俺はジェームズ・ウィーバー。ディーコン・セント・ジョンだ。俺の兵器はすごいぞ。でしょ、大佐。セント・ジョン伍長は空離隊に入った。外で必要なものがあれば頼むといい。助かるな。欲しいものだらけだ。何作ってるんだ？ナフテン酸とパルミチン酸を混ぜたゲル化剤だ。ああ、ナパームを作ってるのか。おう。あんた詳しいな。ただの勘だ。ああ、邪魔したな。ああ、いつでも。あ、大佐、もう少しです。あと少し。そうか、いい知らせだ。次はどこへ？魔女のとこかな。それではな、少尉。例の魔女。謝っておくが、うちの士官には変わり者が多くてな。いえ、別に。さて、次で最後だ。ウィーバー少尉の仕事も優れているが、これから見せるものは必ずや我々の勝利の鍵とな。ここだ。まさかね、魔女がサラだったりして。これは一体何？何って？おっと？要求書に書いてあった物資です。これが柔軟剤に見える？いいえ。サラじゃない？もしかして。ラベルを読んでみなさい。ほら、タトゥーが。有効成分フォルム。出てる。早く。サラだ。マッシュ、こんなんじゃいつまで経っても物資が揃わないわ。心配ない。紹介しよう。これはディーコン・セント・ジョン。クーリの部隊に入った新人だ。外での調達には彼を使うといい。これ読んで。あれ、読むのよ。まさか記憶喪失とかじゃないよね。字は読めるでしょ。
知らないふりをしてるだけだよね、きっとね。有効成分、クロロホルム、エーテルピニオール、ベンジルアルコール、酢酸。十分ね、いつから？それは任せよう。あとは頼んだぞ、少尉。サラ、まさかサラが魔女だって。二人にして。あ、よかった。記憶喪失じゃないっぽいですよ。サラ、止まりなさい。サラ、俺はやめて。やっと。そんな、あ、ちょっと泣きそう。死んだはず。あの時あなたは、あなたは死んだのよ。サラ、落ち着くんだ。死んだ。大丈夫だ。もういないの。俺はここにいる。待って、ちょっとどうなってるの。あの時あんなに探したのに。あの時死んだと思ってた。違う、キャンプが襲われて。ムーザーと一緒に南に逃げたの。そう、ネロのオブライアンを見つけて、襲撃を受けて誰も逃げられなかったって。ちょっと待って、落ち着け。二人とも会えないと思った。会話の終着地点は一緒ですけどね。さあ、なあ、俺とここを出よう。好きなところ。もしかしあの指輪。ダメ、ダメ、リーコン、いけない。指輪渡してあるのって、あれもしかしあいつとできてんのかな。まさか無理強いされてるのか。違う、あなたは分かってない。これは戦争なの。私たちは必ず勝たなくちゃいけない。戦争なんかする気はない。私には知識がある、役に立てるの。だから一緒にはいけない。ここにいないと。ねえ、あなたもここにいて私を助けて。あとで全部終わったらどこへでも行くから。大佐が呼んでるぞ。了解。待ちなさい。これが要求書。頼んだわ。ディーコンはちょっとこう理想とは違った感じだったのかな。まあでもね、生きてただけでも。クラフトマニュアル、ヘルスカクテル。ほう、なんだこれは。すごいな。まあ、ここ入れないの。開かないな。ダメか。ウィーバー少尉、こちらセントジョン、いるか。少尉、聞こえるか。ウィーバーだ。何か用か。要求書に水銀って書いてあるんだが、どこで手に入るんだ。ああ、すまない、書いておけばよかったな。新車って鉱物から取れる。ダイヤモンドレイクの北に坑道があるから、そこに行って着いたら連絡してくれ。了解。そうだ、言っとくが、大佐がいないところでは少尉とか呼ぶのはやめてくれないか。堅苦しい。いい人そうですよね。これバイクで移動した方がいいな。いくら拠点の中とはいえ広すぎて、これ移動が大変ですね。もうスタミナ切れしちゃった。いや、サラ生きててよかったけど、もっとね、普通のキャンプにいるんだったら、なんか逃げてね、どうにかなりそうだけど、ここはなんか
そんな簡単には逃げれないでしょうね。ここが頂上でしょうかね。セントジョン校長か。はい、入れ。あれ、また帽子。休憩中だ。このハーブティーは帽子、ウィティカ少尉の手作り。後ろに回してるだけか。消化にいいぞ。遠慮します。作業リストを探してただけで。校長に任務がある。いいか、ある卑劣な集団を追跡してほしい。奴らはあの有能なジャスティン・ノウッド少尉を捕虜に取ったのだ。少尉を奪還するんですね。了解です、大佐。我々の力で世界を取り戻すぞ。下がれ。世界を取り戻す。すごい、なんだこの。セントジョン、クーリだ、応答しろ。ダイヤモンドレイクまで来てくれ。タイ、ああ、聞こえてる、了解した。すごいね、ここは本当に。これは人助けだって。で、今無線入ったな、これで。これが、これがさっき大佐が言ってたやつかな。はい、とりあえず今回この辺にしましょうかね。いやー、もう1時間半撮ってるんでね。よかった、サラが無事でね。そしてこんなね、全く違うマップに来るとは思わなかった、全然。あの黒い煙は拠点かな、敵の。はい、それではお疲れ様でした。またね、よかったら見てください。バイバイ。